神さん問答最終回となります。修行なのか苦行なのかは、夫次第だって神様なんだもの。今日は全くよくわからない言葉から始まりました。前回の放送の最後で紹介した言葉を覚えていますでしょうか。あれ覚えてますか。それは困りますね。それを振りかざして自分を祀ってくれる存在をゆすってはいけません。だって神様なんだもの。まず一歩立ち止まってください。そのまず一歩が、まずいことになるかもしれません。私がですがね。で、前回紹介したのは夫の妻への五箇条のうちの一つ、時期相応の送信具を買い整えて妻を喜ばせることです。実に耳が痛いという話をしました。恐れ多くもですね、ノリットで言うとですね、かしこみかしこみとなりますが、かしこんで申し上げさせていただきます。忠実なる民の、誠意ある還元と思いお許しください。時代はスマートフォンで、買い物と言いますが、言いますか、何でも欲しいものが探せる時代となりました。若い世代の神様には多いかもしれませんが、夫が良かれと思い買っていったものを、趣味が悪い、センスがないとかで無下にするまでいかないまでも、何これとなっていますよね。心の中でもやはり大切な教えも時代時代で変化していく事柄でありますので、この錦の御旗は無効になっているということだけお伝えしておきます。 AI 化ならぬ、真田の定から時代の流れに合わせた塩梅化を進めている、YouTuber には程遠い宮司のおしもりです。この辺のくだりはもういいですかね。でも塩梅化って必要だと思っています。形だけ重視しすぎて本質を見失ってしまうことも、結構あると思うんですね。全くその逆もありますが、なるべく本質を分かりやすく伝えるようになりたいと思い、こうした放送をしております。3回目の放送となりますが、成長していく過程も楽しんでいただけたら幸いです。今日の衝撃的なテーマであり、逆に安心する人も多いのかもしれません。それはですね、妻へのサプライズは逆効果になることもあるという事実です。私はですね、中性的とも言われたこともありますが、それでもやっぱりね、かっこしいしてかっこつけたい生き物でもあります。驚かせるようなことしたいというか、しなきゃいけないと思ってしまうんですね。この影響はドラマが一役買ってるような気もしますが、結論から言いますと、サプライズで女性が楽しめる要素っていうのは、よくわからないイメージだけの数値化をすると、サプライズで女性が楽しめる要素が50だとすると、サプライズではなくて、1ヶ月前に予告をしてから当日まで女性が楽しめる要素は120ほどに膨れ上がるようです。一言で言いますと、女性は何かを楽しみに待つのが大好きのようです。待つのが好きなのと、勘違いをしないでください。楽しみに待つのが大好きのようです。1ヶ月前に予定を伝えると、その言われた日から記念日までの4週間を記念日以上に楽しみ、味わい尽くすのが女性の脳の特徴と、いうことです。女性の皆さんはどうでしょうか。だとしたらですね、こんなに安心することはありません。私たちは、さしてですね、サプライズでもないようなことをしなきゃいけないという恐怖に取りつかれることがですね、今後なくなりますので、
まあ、男性はですね、このようにサプライズしなきゃと思ってしまうんですが、まあ本当は楽しみたかったその当日までの期間を楽しめなくなってしまうという、まあ、逆効果になることもあるよというお話です。まあしなきゃと思ってもサプライズなんてこう恥ずかしくてできませんがね、ちょっと心の声が漏れたような気もしますが、まあ、これをですね、また妻イコール神様として、神社の視点から今日も考えていきたいと思います。神社には予祝という言葉があります。聞き慣れないですよね、どんな漢字を書くかもわからないかと思いますが、あらかじめ祝うと書いて予祝と言います。春先のまだ雪の残っている1月とか2月に田遊びといって、土を耕して種をまく真似事をしたり、田舞という田植え歌を歌いながら、舞を奉納する行事などもあります。これを、予祝というのですが、ちょっとこれだと分かりづらいので A 塩梅化をしますと、1月2月まだ寒い時期でもその何ヶ月先には、田を起こして、種をまいてゆくゆく苗を植えますよということ、つまり神様に数ヶ月先の予定を伝えているんです。そうすると神様の方でも、お、今年も自然を敬い感謝する行事をして私と一緒に飲み食いしながら楽しんでくれるのかなとなって、それからお祭りの日が決まって地域の人が準備したりしていると、お、そろそろもうじきあの日かなと、私たちと同じように楽しんでくれているかもしれません。そしてお祭りは記念日と同じでお願い事をするだけではいけません。前回前々回の話ともつながりますが、お祭りの日までやれることをやって、おかげさまでこれだけ頑張ってこれました、ありがとうございますという感謝の報告をする日だと、心得ます。少なくとも生きてる神様、お母さんや奥さんのことですね、生きている神様はしっかりお祭りの日を決めて、いろいろな準備をして、当日はお供えして感謝の気持ちを伝える。神社で必要なことは身近な神様にも、必要なことと思います。ただですね、私は前科3犯と言いますか、誕生日を忘れること1回、記念日を忘れること1回、記念日をお祭りの直来で、酔いすぎて寝て過ごすこと1回、全くですね、神さんのお祭りができていないんです。で、今までの私の話でいきますと、記念日を忘れるということは神社の祭りの日を忘れるということですから、これをですね、坊主の不信心、医者の不養生と言わずして、神主の祭り知らずでしょうか、ね、神主さんの祭りを知らないこと、とうとう新しい神主のことわざを作ってしまいました。これがいかん主たるゆえんでございます。ただですね、不思議なことに神主さんを悪く言うことわざってないんですよね。あるのかもしれません。あったらぜひ教えてください。あまり聞きたくないですけれど、ちょっとこのまま終わってしまうと、私がちょっと自虐的な感じで終わってしまうので、名誉を挽回させていただきおしまいにしたいと思います。先ほど女性は楽しみに待つのが好きで、待つのが好きではないという話をしました。もし約束に時間遅れた時、男性の皆さんは、どうしているでしょうか。
いや、ごめん、打ち合わせが長引いちゃってとか、電車が遅れちゃってという理由を言っていませんか？これはダメですね。待ってて、女性が待ってて不安だったことを心配するのが、ベストです。ごめんね、不安にさせちゃってと、まずは相手を、気遣いましょうと確か本に書いてありました。記憶があるということは、そういうものかと、感銘を受けたのでしょう。今回もありがとうございます。わからないことがあるから敬う気持ちですとか尊ぶ気持ちが起こるということだけ忘れないでください。今日一番伝えたかったことです。わからないことはわからないものとして一緒に暮らしていく、思いやりやお互い様の心はそうやって育まれていくのではないでしょうか。